道170号線ですね。大阪の今貝塚市っていうところから、河内長野市あたりまでを行きたいと思います。ここは普段結構通るんやけど、170号線って結構通るんですけどね、多分通ってなかったと思うよね、なかったと思うね。まあ車が多いから、あんま撮るのを撮ってなかったんやけど、まあ、今日は祝日ということで車が今んとこ少ない感じなんで、ちょっと一回撮っとうかなと。国道全制覇しやなあかんから、この国道170号線ね、前に26号線って国道26号線泉佐野あたりかな撮ったと思うんやけど、その泉佐野あたりから、南は泉佐野あたりから、北は大阪の枚方高槻あたりまである感じですね。まあそこを全部行こうと思ったら3時間ぐらい下手したらかかるかもしれないですね。今回その一部、今日ほんで成人式やから、成人式行かなかった、成人式、成人式の人らを途中で見れるかなっていう感じ。今年の成人式はあれやねんね、去年の4月ぐらいから18も一応成人みたいな感じになってるから、18歳と19歳と20歳が成人式みたいですね。今年だけ、来年からは18歳だけになるのかな。まあ、成人になったからって20歳じゃない人は、お酒もね、タバコもあかんけど、選挙権があるのかな、18歳は。ちょ、あんま知らん、よう分からんけど。でも今岸和田市になってますね、知らん間に。聞いてたし、岸和田市や、ね、男児で有名のね、元プロ野球選手の清原とか岸和田、男児の時には帰るとかなんか言うてますもんね。あとな、メッセンジャー、漫才師のメッセンジャーの相原とかも祭りになったら帰るとか言うてます。なんかこの辺の選手の人はもうだんじりで1年が回ってるみたいな感じですね。特に何もない道なんよね、この辺は。河内長野ぐらいまで行かないと店とかが出てこないけど、のどかな貝塚、岸和田、泉、山の中へね。2つやけど、河内長野にも道の駅あるけど、ちょっと右曲がってちょっと進まなあかんから、この道沿いにあるのは、もう今この辺、今ある岸和田のアイサイランド、この次の信号あたりかな。サイクリングしてるね、親子で。
道の駅やけどね、大型は入られんみたいで、休んだりはできないみたいなね。大型車両進入禁止って書いてるから。結構駐車場広い、あんま行ったことないけど、今日走ってるでしょ。公園左曲がるとね、岸和田市やねんけど、トンボ池公園っていうね、あのちょっと大きめの公園で、そこもね休みの日とか結構人が多いですね。トンボの形した滑り台があって、トンボ池公園、ここも広いしいっぱいやね、なるっすね、休みの日とかは。この辺も工場とかが結構できてんねんな、工場っていうか倉庫っていうか。ここのローソンは大型止めれますね。もうちょっと行ったらまた一車線とかなるんやけど、今工事でね、車線広げる工事とかをしとるっすね。
次左行くとテクノステージ泉って書いてあるんやけど、ここもあの工場とかがいっぱい集まってるところで、ここ左曲がると、この道、左曲がった道沿いに、まあ、ララポートがあるんですよ。ララポート泉が、これね、車線減少するんやけどね、結構ギリギリでね、右から入っていく、来るんや。車も多いな、やっぱり2車線が1車線になったからかな、結構多い。信号が結構引っかかるからな。調子いいっていうか、夜とかやったらなんか普通にずっと青で行ける時とかあるけど、特に何もない道ですね。まあもう山の中やもんな。石垣の里って、もう多分和歌山の桂木町に入ってると思うんだけど、右曲がるとあるですね。で右曲がってすぐになんか野菜の直売所みたいになって、そこもなんか多いね、人多いですね。そこも、そこの人がね結構急に出てきたりするよね。あの反対側から、向こうからこっちに帰って戻ってくるときに下り坂やねんけど、下りでね、いやね、今日急に出てこられる時が多いですね。前に485線通って、あの和歌山のね、和歌山ラーメン倉庫っていう、年に数回しか開かない、今年もやっぱ開かないみたいなことを、2023年も開けへんみたいなことを前通った時に書いてたような気がする。でこの信号を越えて次の信号の右に泉の道の駅があったんちゃうかな。
気は微妙やわ、うん、全部雲やねん、うっすら青空が見えてない、全部雲あるよね、たまにそういう時全部雲。売ってるとことかが結構多いよね、休みの日とか、まあ平日もやけど休みの日が特に午前中とか野菜売ってるとこ多いね。あ、バイクもめっちゃある。ここは大型止めれるんですよ、大型結構5、6台ぐらい。道の駅泉山井の里地場産品、地場産品販売所って書いてある。昔になんか一回かなんか行ったことあるけど、外環状線はね、北の方に行くとね、あの175線は店とかが多い市街地になってくるんで、この南の方はね、やっぱ山ん中なんですよね、基本。ここのファミリーマートもトラック止めれますね、今もう3台止まった。まあ、ここ左行ってもララポートとかにも行けますけどね、ここ左行っても。だから向こうから来るときはここをね、向こうからやから右曲がってララポートの方に行ったり昔取ったっすね。やっぱりチャリのサイクリングしてる人多いな。まあ、ちょっとチラッと映ってるかもしれんけど、国家園、あ、駐車場左ってなってるな。何の駐車場、神社かな。あ、神社の、あ、エベスさんか、エベスさん神社の駐車場があるね。福瀬恵比寿神社っていうのがこの辺にあるみたいな。恵比寿神社っていうからもう恵比寿さんのあれやね、恵比寿さんの。そうに、そうに書いてあるね、国家園、国家園がね。
倉庫あるけど、右側、もうちょっと行ったところ右側に国家園っていうのがあって、国の花の園って書いて、そこが、結構エベスさんで警備員おるんか、これ。あ、これ歩いてる人とかエベス神社行ってんやね、エベスさんで多分。なんで人歩いてんだよね、この辺よ。今日は。右行ったとこ国家園って結構なんか有名みたいなね、花とか売ってるみたい。ちょっと行ったことないけど。でもうちょっとしたらもう河内長野かな、トンネルがあって関西サイクルスポーツセンターとか、ね、関西サイクル結構有名。あ、なんかあれ何やろ、だんじり運んでんかな。だんじり運んでんね、これ。あ、だんじりやね。だんじり運んどったね。で、滝畑ダムとかね、夏になるとね、川とか、まあ、キャンプ場もある。川遊びとか、バーベキューとかにしたり、まあ、あと心霊スポットにもなってるけどね、滝畑ダム付近は。ダムの付近って結構心霊スポットになってる。昔一回行って、なんかその霊感強いやつがね、おるとか言って普通に言うよ。そこにあっこの木のとこにおばあちゃん立ってるとか言うてるやつおったり、ね、滝畑のなんか滝畑ダム行くまでなんか3つぐらいトンネルあるんやけど、そこの第3トンネルって言われてるところが出るみたい。知らんけど。踏んでもな、踏んでもな。いや、これ天野山第3トンネルって書いてある。この第3トンネルだよ。滝畑ダムの方に行っての第3トンネル。
カージナーの入るとちょっとちらほらね店が出てくるんですよね。あの信号右でさっき言ってた道の駅やね、書いてあるね、看板めっちゃ書いてあるね。ここにも道の駅だけの標識あるし、あの道の標識、青い看板にも標識にも書いてある。ってことでですね、国道175線でしたね。しようかな。ちょうど今日成人式やから、あの富田林の方に行くとね、この道沿いにね成人式をやってるあのホールがあって、そこにおるかもしれんね、成人の人らが。10分ぐらいかなあと、もう30分撮ってるから。そこの辺になると店がね、両サイドにファミリーマート、ドライブスルーのスターバックス、かつとんかつ屋さんに、中尾に、王将に、鴨倉ラーメン屋さんに、で唐揚げ屋さんに。でここの辺からなるとね、車多いんよ道。でこれ右曲がると国道371号線、あの橋本、和歌山の橋本の方に行く感じかな。君峠っていう峠を抜けていく感じですかね。こう結構ね、そこは結構通行止めとかなったりするんですね、雨がめっちゃ降ったりしたら。いやどうしよう、車多いからな。だからこの辺までにしとこうかなと思ったんやけど、ちょっと多いんでね、車多分信号もね結構引っかかるんよね。多分ここいつも引っかかるんよ、この信号引っかかって。次多分河内長野警察がね左手にあって、右にマクドナルドがあるところで多分引っかかるのよ次。それまでは多分なんとかずっと青やねんけど、確か気候な、気候なあって123あるっていうパチンコ屋が並んでる。あ嘘ついたね、あの次のここ押しボタンやけど、その次の信号赤やった。あそうや、そこ引っかかんねん。油人とお酒安いんかな、チューハイとかも安いんかな。油人靴屋さんで、また吉野家が先中尾あって、で右側に大久はここ24時間なんやね。結構あのさっき言ってた竹畑ダムにね遊びに行く時とか、この大桑で飼って行ったりしますね、ここで。やっぱ川とかバーベキューとか行くのって大体朝早なるやんか。夏とかね、休みの日とかやったらめっちゃ多いんよ。一回お盆休みの時に行ったらめちゃくちゃ並んどって、8時ぐらいとかでも。だから早出る時とかは24時間やからね、ここで飼ってっていう感じかな、食材。結構店あるんよ、こっから。ケンタッキーあるでしょ、そこ上司あるし、佐藤もあったんちゃうかな。この大桑って、大桑っていう人がやってるみたいで、大桑一族。和歌山奈良に多いんよね。大阪にもあるけど、和歌山奈良行くと多い。あ、丸亀もあるな、ブックオフ。ブックオフあってゲオもあるっていう。やっぱ同じ似たような店って近くにあるんやね、やっぱり。でまたパチンコ屋あるしね、アロー。
いが多いね。日産あるし、向かい側にトヨタあったし、カローラあってネッツあるし、車屋が多いな。和食里がありますね。ココイチあるね。言うてた信号はここですね。左手に警察官、なんかあちらの警察と、右側にマクドナルド、ここ引っかかるんですよ。大体。お腹すいたー。お腹すいたなー。30分経ってんな。どうしようか、もう諦めようかな。もう昼回ってるから、もう式典終わってるからおらんかもしれんな、人スバロールとか行っても。あ、てことでですね、一旦おらんかったらもう切れれるようにここで締めときますね。カチナの警察でした。いや、カチナ国道175170でした。これで国道は170171173175176178あったかな、179もあったような気がするな。でその前が169、この前のね、奈良の169168もあったかな。で100、あ、その下は166か165やったような気がする。163もいったような気がするな。163は北四条縄手とか門間の方やとか、あっちの方や、大阪の。また日産あるっていうね、向かいにダイハツで、そこにくら寿司がある。でこちらの市役所が左にある。この下もね、国道310号線っていう国道やねんけど、まあいう三島っていうやつだね。310号線は、まあ、ちょっとね、広くないよね。これ左曲がると川内長野行って、大阪狭山市行って堺の方に行く感じで、右に行くと奈良の五条の方とかに行くんやけど、その五条とかに行く山越えがめっちゃ狭なの。結構狭い峠道で、バイパスとかじゃないはずだったはず。で手前のなんか奥に見えてる神社みたいなやつが滝谷不動産っていう神社っすね。右の上の方に見えてるやつで、今ちょうど正面の向こうに見えてる茶色の屋根の建物が初芝富田林っていう、結構偉い賢い高校やと。ここよう事故起こるんですよ。さっきの高架からね、下りになってるから結構スピード出してね、ここ結構詰まっとってね、事故が結構あるんですよ、ここ。で、こことかに、このカラオケ屋の横とかにね、パトカーようおるんですよ。ダイソー、タンメン、なんかここのタンメン新しくできた。国道175線170、大阪外環状線ですね。大阪外環状線も国道170やねんけど、大阪中央環状線っていうのは大阪府道2号なんや。大阪府道2号なんですよ。近畿道とか、ちょうど近畿道と一緒に走ってるような感じかな、大阪府道2号で。大阪内環状線っていうのもある。それは、国道479やったかな、なんかそんな感じやった。国道309号線からそのまま内環状線の、大阪内環状線の国道479かにつながる感じかな。
400番台のね国道ってねあんまり荒れないけど、ここはあの大阪市内とかを走ってる国道やから、まあ山道じゃないけど結構路中とかがおってね、まあある意味狭い、ある意味狭い。ちょっとね店がなくなるんですよね、多分山やったよねこここの辺も一体山やったね。右にカルビの王様と食堂とコーヒー館があるかな。ちょっと行くとあのちょうど左側にねなんかあのちょっと山みたいになってるとこ、あこっから富田林なの、ちょうど山になってるところがねあの西郡公園っていうね、あのテニスのテニスの錦織選手と同じ字書くんやけど西郡っていう公園がこの山のとこがちょうど西郡公園なんで、ここも休みの日とかね結構多いよね人、駐車場もいっぱいで、駐車場はなんかあの休みの日しか空いてなくて、まあお金かかんないけど平日は確か駐車場が、ね、空いてないかったはず、閉鎖してる、何回か行ったことあるんですよ、さすがに冬とかやったらあんま少ない。でまた高架になってここずっと西郡公園なのよ、この横の山が。この謎の階段ね、階段って。この階段西郡公園に行けんのかな。右側が大谷大学っていう。昔女子、大谷女子大とかやってるの、確か。大阪大谷大学の横に、ちょっと画面では映れへんけど、この、大谷大学の横に池があんねんけど、ちょうど今のこの右側にある池、右側らへんにね池があるんやけどね、そこもう今水あるんやけど、あの池の水全部抜くっていうテレビあるじゃないですか、あのあれでもテレビ大阪かな、テレビ東京かな、ちょっと分からんけど、あの番組で来とってっていうなんか連絡があって行ったんよ。これあのココリコの田中写真撮ったけどね、その時ココリコの田中となんかアイドルの誰かやったかな、おったの論文の厚氏はおらんかったかな。でそこスシローと、スシローがある。でもうちょっと行ったらさっき言ってた富田林のホールがあって、そこ一回あの高架じゃなくて一回下潜る道なんやけど、やっぱ40分ぐらいのロングランだったな。左がなんか知らんけどつまんねえ、左でこの信号のちょっと行ったら側道あって、それで国道309号線、309号線とつながっとって、その309号線側道行って左行くと大阪市内の方に行くんですよね。ララポート堺とかがあって、堺市あって、で右に行くとあの千早赤坂村とか、この前の動画で山越えるとこやね、右側。スシロー多いな、やっぱ休みの日の昼多いね。お寿司全部 10% オフやって今、店内飲食限定。へえ。スシローもなんかあの課題広告かなんかでちょっと落ちてるみたいもんね、スシローとかっぱ寿司がね今あれやばいみたい。
お寿司全部 110% オフやった。そこでなんかそっからなんかお客さん少なかったみたいです。スシロー15日まで 10% オフやった店内は。じゃあ消費税分やね。消費税分が知らん間にあれなんやね、イデミツとシェルって合体してんのやね。なんかもうちょっとしたらまたガソリン上がるとかなんとか言っとったけど、ね、これ左行ったね、309号線、千葉赤坂村と松原って書いとったっすね。左に行くと松原の方で、右に行くと、千葉赤坂村の方で、この下くぐるとこれなんか知らんけどね、ここを境にね、結構天気が変わるんよ。こっちからこれを越えてめっちゃ晴れて、雨降ってたりとか天気悪い。逆にあの反対行ったら晴れてたりとか、あー多いかもしれん。さっき言ってた成人式ちょうど終わったんかな。成人式でこれは混んどるかもしれんね、車が出てくるから。だってこんなとこで こんなとこで止まれへんからな、普通こんなとこで止まらないですからね。止まってももうちょっと先まで行ってるかな、信号で止まっても。これは成人式で車が出てきよるんやな。まあ免許持ってんもんね、18からやから。車で行く人もいてるやろね、成人式に。あーこれ完全にあれやな、成人式で混んでるっすね多分。ちょっとそこまで撮る？なんか時間かかりそうやけど、そこまで行くの。もうあのホンダの向こうやねんけど、国旗立ってるわ、国旗。全然進まんかったの。今日は祝日も走っております。しかもこの左側の側道からもめっちゃ車入ってくるし、全然進まんねこれ。こうなるからね、やっぱどうしてもあの郊外の国道ばっかりなるよね。詰まっちゃうから。だからこことかこの170号線よう通ってるけど通ってなかったっていうのはそういうのもあるのかな。距離あんま進んでないのに結構時間だけ経つっていう。反対側の速度もえらい混んでるな。もう全然あおるわ、成人式の女の振袖の女の子とかおるわ。おる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 、左側に映ってるかな。映ってないね、車のあれで。開いてるな、みんな振袖着ていっぱい出てきたわ。見えるかな、速度。左側に見てほしいんですけど、ああいっぱい歩いてきた。めっちゃおるわ。終わったんかな、ちょうど。まあ、この辺はね、多分暴れる人とかいてないけど、沖縄とかようニュースでやってるよね、成人式で暴れる人。あー車止まっとるからあれか、結構
ちゃ速道の路肩にめっちゃ止まってんの、路肩でもないけど。あ、いっぱいおるわ人、成人の人がいっぱいいてるわ。振り袖着てるし、マスクしてるからみんな可愛く見える。なんか旗持ってる人いてるわ、自分の名前の旗持ってる人いる。左か、今映るかな。ちょうど終わったんかな、昼前で。えらいことなってんな、道。完全に自分の名前書いてある旗持ってんね。なんか入ってきたわ。振り袖着ててマスクしてるからみんな可愛く見えるな。あー、めっちゃ人おる。これあれやな、右行った方がいいな。左あかんな、左詰まっとるわ。左詰まっとんな、これ成人式のあれで。あっち行け、あっち行け言われてるし、誰も入れてくれんよ、これ。入れてくれない。めっちゃおるし。めっちゃ人おる。めっちゃ路駐されてるよ。はい、ということでですね、最後ね、こんな感じになりましたけど、国道175号線でした。では、バイバイ。